米会員監督政府改革委員会米会委員の共和党議員3人は8月3日、米国の1965年高等教育法の第117条に基づいて、米6大学に所管を送付し、1週間以内に2015年1月からの25万米ドルを超える外国からのいかなる寄付や契約データも教育省に提出するよう要請した。6大学とは、 シカゴ大学、デラウェア大学、ハーバード大学、ニューヨーク大学、ペンシルベニア大学、イエール大学という名門校である。米教育省は今年2月、同省公式ウェブサイトでハーバード大学への公開書館で中国、カタール、ロシア、サウジアラビア、イランの政府からの寄付と契約データの提出を要請した。同時に同校にファーウェイ、 イランのアラビー財団などとの契約データの提出を要請した。ハーバード大学以外に、同省はイエール大学にも情報提出要請を通達した。イエール大学は2014年から2017年まで外国から少なくとも3.75億米ドル、約397億円を受け取ったが国に報告していないと指摘された。同省は同大学に送付した書簡で、 サウジアラビア、中国政府、及び中国ファーウェイ、北京大学、円形学堂からの寄付データの提出を要請した。このように、大学が寄付報告を怠ることについて、米公共ラジオ局は今年2月、米教育省の調査によって、2019年7月から、米大学は外国からの寄付金額、約65億ベドル、 約6,885億円を報告していないことが判明したと報じた。なぜこのような事態になったかについて、米メディアも8月3日、教育省に調査されている米大学は中国との関係を絶えず隠蔽し、中教からの金銭寄付と贈与に関する資料の提出を拒否し続けている。意図的に機密文書とレッテルを貼り、提出を拒否している。 と教育省のある弁護士が議員に話した言葉を引用して報道したそして米下院員は所管で同委員はすでに多くの国が米大学教授あるいは研究者への寄付金と契約を利用してこれらの資金の収益と交換条件を最大限に引き出そうとしているこの収益方法はさまざまな形式で実現できる 最も心配なのは寄付を受けた一部の大学が学校の方針を変えたことだと書き記し、教育界への浸透に危機感を抱いた。その危機感を立証するように中国側から3億米ドル余りの寄付を受け取った米ハーバード大学は7月、中国民衆が中共の隠蔽によって中共ウイルス被害に苦しんでいる中、同大学のケネディスクールアッシュセンターが 民意調査を行い中国国民の中共への満足度は90%を超えたという中共に都合の良い結果を発表したその結果中共はこの調査結果を国内で大いに宣伝し米国務長官への攻撃に使っていたニューヨーク私立大学の政治学カメイ教授は米国務省が5月に対中戦略方針を発表したことによって これは、米国の教育、文化、マスコミへの浸透阻止のため、これから米国内にいる中共の代弁者を排除するという米政府の強い意向の表れだと分析した。中国側からの寄付金はつい最近、また一件明るみに出た。米メディアは今月3日、ペンシルベニア大学は300万ベートルの寄付金を受け取ったと報道した。 同報道によると、支援金の送り主の背後には、会社が香港にある上海の女学生という不動産商人で、2011年に上海の幹部に腕時計カルティエを賄賂で贈与したと訴えられ、収賄側は無期懲役が言い渡されたが、贈賄側の女は無罪だったという。中共の上層部との深い関係が垣間見られる。米国に寄付することは、 中国国内でも話題となっていた。去年2月18日、中国メディアの報道によると、ハーバード大学に寄付した上位ランク4位のうち、中国人が半分を占めていたという。1位は中国人の陳楽州氏、陳慶州氏兄弟の23億元。4位は中国人、半赤吉氏の6億元だったという。交流不動産会社の理事長。 陳兄と弟は3.5億米ドルを父親の名義で同大学に寄付したことが分かった。同大学約400年の歴史で個人としては最高寄付額だった。陳兄弟の多額の寄付は中教との関係について公開されていないが、寄付後、中教交換の多くの子女が試験を受けずに同大学に入学できるようになったことが分かった。 習近平総書記の娘もそのうちの一人でハーバード大学の卒業生だった。第4位のハン・セキキツ氏は不動産開発の双方チャイナの理事長であり、同大学に通ったことはないが、1億米ドルを寄付したことが確認された。外界の情報によると、ハン・理事長夫婦は合わせて6億元を寄付したという。ハン・理事長夫婦はなぜこのような多額な寄付をしたのか、それは 息子3人を世界的に有名な学校に入れるためだという。現在、長男はロンドンビジネススクールに、次男はイエール大学に、三男はハーバード大学に通っている。